ジャンが世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。全てはたった一個のドラゴンボールから始まった。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけどわ。いいえ、わしゃ基本をちょっと教えただけでここまで成長させてもらったのはあなたやカリー様で。何のことかようわからんが、あの娘かなりの達人じゃぞ。しかも我が亀仙獣に似ておる。亀仙獣に？どっかのスケベ爺さんとは違うのよ。ピッチピッチギャルじゃなかったら年はお腹のツンツン。サイヤ人がみんな変わった奥さんを選ぶようじゃのう。うん、ちちちそう何度も。うわ、甘い。こっから持ってきたんじゃ。年寄りはいたわらんかい。見ておれ、これがカメハメハだ。カーメーカーメーカーハトカメハメハカーピースピース。わしが噂の亀仙人、天下の無天皇。